こんにちは。1972年生まれ、速稼塾の久保でございます。今日ね、こういうオープニングの下りがなんか珍しいなと思われた方、珍しいんですよ。というのがね、今日はね、同じ1972年生まれのある女性がですね、私の記事にコメントくださったんですよね。 YouTube の動画にコメントで、そこからですね、すごくね、いいことが書いてあったんで、皆さんに紹介しようと思いまして、こういうふうな下りになっております。まずこちらをご覧ください。はい、コメントの方なんですけども、右側の中盤です。私と同い年で、はい、同い年ですって書いてますよね。次ですよ、大事なの。そして久保さんの講座受講後、 YouTube 頑張って今332名なんですね、チャンネル登録が。で、私が今チャンネル登録したんで333切り板をいただきました、ゾロ目をね。で、当時85名とかっていう形で100名をね、目指していたと思うんですけども、私のね、 YouTube の講座をご覧いただいて、そこから一気に300名を突破したということなんで、いや、非常に私ね、嬉しいなと思いましてね、今日はこの方の、ゆみこさんのチャンネルをちょっと紹介したいなと思うんですよ。これ見てください。明るい男子ダイエットコミュニティって書いてますよね。私はお酒をほとんど飲まないんで、どちらかというと興味があるのはダイエットの方なんですが、やっぱりね、1972年生まれを中心に、そろそろ50歳を目の当たりにしてね、目前にして、目の当たりにして、そろそろお腹の方をダイエットしないとまずいなって考えてる、特に男性の方多いんじゃないですかね。ここで出てくださってるのは、まあ、美しい女性の方なんですよね。由美子さんという。ですんで、女性向けなのかもしれませんけども、動画をね、拝見するに、私が思うところ、男性でも十分これね、活用できる動画なんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ですんでね、動画の URL を動画概要欄につけておきますので、ご覧いただきたいと思うんですが、ちょっとここでね、動画を見てみましょうか。で、並べ替えで人気順に並べてみますよ。そうするとこれ見てください。男子最高です、お酒をやめて最高でしたと、アルコール依存でした、相当やばかったというふうに告白してくださってます。ゆみこさん、アルコール依存型だったんですかね。で、こちらの方が4週間前の動画アップロードで7500回以上の再生を出しているということでございますね。私が動画を拝見するところ、英語で喋ってる動画がね、結構ね、目につくんですよね。いや、これもね、なんて言いますかね、私的にものすごく聞き取りやすい日本人向けの英語を喋ってらっしゃるんで、英語のレッスンにもなるなと思ってね、なんかね、明るい男子ダイエットコミュニティなんですけども、英語のスピーチもしくはヒアリングを鍛えるためのコミュニティでもなんか通用するなと思って聞いてましたね。で、お酒の失敗談もなかなかね、笑えるというか、クスッと、ああ、わかるわかるみたいな感じで共感するところが多いんで、あと再生してみてください。その他ですね、このヨガのポーズ、オーガスト19、2015ってありますよね。5年前の動画ですけども、いや、ダイエットしなくてもとっても素敵じゃないですか。よく、私ね、婚活女子とかっていうね、ああいう動画を見ることがあるんですけども、同じぐらいの、まあ、アラフォー、アラフィフぐらいの年代の方がそういうところによく相談されるんですよね。で、これね、ユミクさんのこと言うわけではないんですけども、大体そのぐらいの年齢になると、かつて美しかった女性もね、だいぶお太りになっていくようなんですよ。で、昔は私はモテてたから、今こういう体型だけどすぐ戻んのよみたいな、ちょっと肯定感の強い女性が、世の中の男性は見る目がないとか言ってね、その婚活コミュニティに相談の、相談といいますかね、愚痴のメッセージを上げてるのを、まあ、コミュニティの運営者がね、いろいろと諭したり叩いたり励ましたりするみたいなのがあるんですけども、窓際部長っていうね、なんかそんな感じのチャンネルだったと思います。私チャンネル登録してないんですけども、たまに出るんですよね、窓際部長のなんとらかんとらっていうやつなんですけどね、発言小町っていうところから引用してるらしいんですけども、何言おうとしたのかな。あ、そうそう、ユミコさん、これ見てください。むちゃ美しいじゃないですか。なんかモデルさんなんでしょうね、きっとね。美しいっていうのはこの、なんですかね、まあ、ボディラインとかですよ。ちょっといやらしい言い方なんですいませんけども、それからね、お顔もとてもじゃないですけど、私と同い年には見えないって、私の方がなんか老けて見えるんでちょっと恐縮なんですけども、すごいですね。断酒ダイエットのマインドセット、これ1週間前の動画ですけども、ちょっとこれね、再生というかクリックさせてもらいますね。ここに、はい、こんな感じでスタートしてます。ゆみこさん48歳ですよ。あ、やっぱりね、モデルでヨガティーチャーでヒーラーでミセスオブザイヤー2020年、
関東甲信越大会準グランプリヨガ指導5000人以上、これすごいじゃないですか。いや、こういう方がね、私の YouTube 見てくださって、私の YouTube の講座は効果があったっていうふうに言ってくださるとね、本当感動ですね。皆さんもどうですかね、コロナ禍で在宅でいろいろする機会があると思うんですけども、今ね、在宅で YouTube するチャンスですよ。はい、ついついね、由美子さんの動画をずっとね出してしまったんですけども、あの動画概要欄にチャンネルの URL つけておきますので、ぜひね、ぜひクリックしてチャンネル登録をねしてみてください。今日、今私が333人目なんで、この動画を見てね、チャンネル登録して400人近くなってくださいよ。いや、これね、私の動画視聴ここまでされてる方、多分ね、何十人か100人前後いらっしゃると思いますんで、そのまま全員がね、チャンネル登録してみてください。あの、絶対損はないと思いますんで、私も動画をね、何本か見させていただいて、あ、これはね、紹介した方がいいなと思いましたんでね、もう本当に、これからもひいきにしてくださいね。由美子さん、これからも私の動画と、あ、そうだ、なんか動画対談とかしませんか？なんかね、私もこう、この1年ね、あの、ミスター M さんっていうね、筋トレの、あれですよ、元ホームレスと一緒にね、ダイエットしてきてね、筋トレしてきてね、いろいろとね、学ばせていただいたんですよ。なんかいいですね。私今までね、男性のダイエットとか、筋トレマンとは関わってきたんですけども、女性はね、ここまではっきりとした、女性の実績を出されてる方っていうのは、なかなかね、お目にかかれてないんで、いや、これから新しい形で、なんか取り組めたらなと思ってますんで、またこれからもよろしくお願いします。で、他の方はね、ぜひね、由美子さんの動画、下の方からクリックして、チャンネル登録してくださいよ。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。